豊岡市にあるカバン職人の養成学校アルチザンスクールで今日入学式が行われました。豊岡市役所では今日カバン作りを専門に学ぶ豊岡カバンアルチザンスクールの入学式が行われ、新入生や関係者らが出席しました。アルチザンスクールは国内最大のカバンの産地豊岡市で、次世代のカバン職人を育成しようと開校した専門学校です。今年は関東や九州などから18歳から64歳までの12人が発起生として入校し、今日の式では新入生代表の矢野美希さんが、貴重で忘れられないものになるよう同期生とともに学んでいきたいと挨拶しました。お父さんがカバンの仕事してて、はい、それで興味を持ちました。しっかりと1年間学びたいと思います。新入生たちはこれから1年をかけてカバンのデザインから製作・販売までを総合的に学ぶということです。